第3世代のイヤホンイヤーポッツという名の第4世代イヤホン iPod 用イヤホンの2つのデザイン。右が最新バージョン。Apple イヤホンズとは Apple がかつて開発、販売していたイヤホンである。現在は後継機種である Apple イヤポッ s が販売されている。シンプルなデザインと光沢のある白色が特徴で、7以前の iPhone、すべての iPod。 iPad では本体に直接差し込むだけで使用できる。白いイヤホンはブランドの象徴となっており広告にもしばしば描かれる。白いイヤホンが黒い人物のシルエットと対照的になった iTunes ギフトカードも販売されている。初代のイヤホンは第1世代 iPod と共にリリースされ、第2世代のイヤホンは小型化され、第5世代 iPod のセカンドロット。 iPod mini 第1世代 iPod などと共にリリースされた。2006年第3世代はさらに小さく流線型になり、第5世代 iPod 第2世代 iPod などと共にリリースされた。第2世代デザインはすべての iPod シャッフルと共にリリースされ、2007年1月30日まで第2世代 iPod シャッフルと共に出荷されていた第2世代イヤホンは、 最初のカラーモデルが用意され、第三世代デザインと共に出荷されていた。右側のイヤホンにリモコンがあり、第三世代 iPod Touch のイヤホンにはマイクが内蔵された。2012年9月12日、アップルは様々な耳の形に合うようにフルモデルチェンジしたイヤーポッツを発表した。後に iPhone を第五世代 iPod Touch 第7世代 iPod なのと共に出荷された。2017年には、イヤホンジャックが廃止された iPhone7 シリーズと共に、新たに Bluetooth を使用したイヤーポッツといえる、AirPods が発売された。Apple の純正イヤホンを使用することで、いくつかの国で iPod が窃盗、強奪される事案が発生した。強盗を避けるため、一部の所有者は目立たないように、純正イヤホンから、 別のイヤホンに変える対策をした。このように盗難の危険性を減らすために特徴のある白いイヤホンから目立たない古いヘッドホンなどに交換することが推奨されるようになった。2005年、ニューヨーク市のメトロポリタントランスポーテーションオーソリティが地下鉄での iPod 強奪事件が2004年の例、県から2005年の最初の3ヶ月の間に50件に急増したことから イヤホンズアレイ・ギブアウェイ・プロテクト・ユア・デバイスという広告を掲示した。在ニューヨーク日本国総領事館も iPod 強奪犯罪に注意する様、注意喚起している。2007年、サンフランシスコ市でも増加する iPod 窃盗に対応する形で、バートの職員が駅の乗客に対し、白イヤホンは窃盗の標的になると警告する掲示を行った。 アップル純正イヤホンには4種類ある、最初を除く3種類には、コントロールカプセルは、イヤホンの右側にあり音量調整や音楽、ビデオのプレイバックや対応する iPod や iPhone では、さらに音声メモ録音ができる。ただしリモコンやマイクがあるイヤホンでは、湿気による故障や不具合の問題が報告されている。初代 iPhone や iPhone3G での修正バージョンで、ある iPhone ステレオヘッドホンは、 リモコンがヘッドホンの右側に追加されている。iPhone ステレオヘッドホンはマイク、リモコン付きの Apple ヘッドホンと異なり音量調整がない。ありがとうございます。